前回の動画で3連符を6通り練習しました。そして最後のそれれをダウンダウンアップを使ってやるといいことがあると言いましたけど、何がいいことがあるかというと、カラーチェのタランテラの最後のコーダの部分が弾けます。この次ね、これがこういう弾き方使います。ダウンダウンアップダウンダウン、これね、カラーチェのタランテラがのコーダの部分が弾けます。それからこういう弾き方ができるんですね。それれ、その後そのままそれれ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 れ、トレモロに持っていくんですけど、こういう弾き方。よくソロの曲とかでね、よく使われる弾き方なんです。で、これ、まあ、こうやって今みたいにダウン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 でいく弾き方と、そのままアップにいく弾き方もしますね。こう、これもまあ、ありです。それから、同時、もういっぺんに2本鳴らしてしまって、そのままこういくのもあり。3通りありますね。が1つ。それから、が2つ。そして、これが3通り。どれがよく使うか言ったら、まあ人にもよるんやけど、まあ、僕はこれをよく使いますね。こうダウンでそのまま流すね。あとはこう左手を押さえて響かせますね。はい。それから場合によったら、もう一つ流してみましょう。こう流しますね。こう。そのままこう流す。まあ和音とか押さえるとね、こうアルペジオね。こういく練習にもなるし、で、例えばそのままこう流すとね、こういう弾き方もできますね。和音を、トレモロに和音を足すときに、こういう弾き方しますね。そして、また別の機会に説明しますけど、アルペジオ、これもやっぱり、同じ理屈なんですよね。なので、3連符のそれれそれれってね、すごいこの弾き方、この、まあ、特にこのダウンダウン、この弾き方すごく大事なので、今からやっておくとすごく後々使えます。